kapituliere niemals! Das ist empörend! Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Rote erobert und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Rote verteidigen. Die wenigen Stunden, die ich noch als deutscher Reichskanzler zu leben habe, werde ich nicht dazu benutzen, meine Unterschrift unter eine Kapitulationsurkunde zu setzen. Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen. Erzählst du, was ist uns umsteht? Вот Артём Сафронов, я исполнительный продюсер проекта World of Things Blitz. Ребята только что познакомили вас с основной механикой новой фичи, которая нас ждет в обновлении 3.8. Но это лишь начало. Мы планируем опубликовать большое количество гайдов, статей, информацию про пресеты, видео, чтобы целиком и полностью донести до вас ту мысль, которую мы закладывали в данную фичу. На мой взгляд, это супер круто. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn! あ、どもどもこんちはこんちは。最近自室に湯沸かし器を導入したのでいつでもカップラーメン食い放題になりました二等星です。これはデグマッシブラ間違いなし。さてさて、今回乗っていくのはアメリカティア級駆逐戦車 T95。基本性能をドン。まず走行面ですが、この子といえば、やっぱりこの重装甲ですよね。正面はだいたい305ミリと、数値だけ見ればかなり硬い印象を受けると思います。しかし、車体下部は133ミリの装甲を傾斜させて300ミリ程度にしているので、角度によってはぶち抜かれたり。それに急ブラもありますからね。実は弱点が多かったりします。逆に意外にも側面は強かったりしますよ。ちょっとした空間走行や、幅の広い履帯もあってか、かなり事故を誘発させやすい気がします。そして四方には155ミリ砲を装備、DPM は飯と装填棒込み込みで3051と結構いい数値してます。通常弾の貫通は高いものの、課金弾の伸びはちょっといまいちな気もしますが、その分この走行で補えってことなんでしょうね。ちなみに機動性は見ての通りくっそ悪いですね。過去のアップデートでエンジン出力が強化されたり、旋回性能や後退速度などが上がったりしてますが、やっぱり最高速はそのまま、飛ぶの最高速がバフされてるのでこいつは堂々の最下位です。と、こんなにのんびり車両解説を挟んでもまだ前線についてないくらい遅いです。ふむ、見た感じ敵の動きはこっちに主力を回している気がします。が、マップを見る限りなんか裏取りしてる車両もいるので、ちょっと怖いです。まあもちろんこんなことが分かったところでこいつにそんな援護ができるほどの機動性はないので、一度決めたらそこを突っ切るしかないのがこいつの難しいところですね。一度交代して体勢を立て直すができませんからね。ボッシュが気になりますが、とりあえずあいつに一発入れますよ。よく狙って狙って。やっぱりここら辺は課金弾の貫通の低さが出てますね。が、ここはもちろん敵の弾もバーチコリと弾いていくと。ふむ、貫通アップにしたいところですが、前線をゴリゴリ押していくので DPM 強化も捨てがたいですよね。そしてここちょっと動きが難しい。あの ST1 の動きをよく見て、頃合いを見てボッシュのところに行きましょうか。今言ったら横から撃たれ放題ですからね。側面は事故を誘発させやすいって言いましたが、ちゃんと狙ってくる人にはあんまり効果はない気がします。うむ、あくまでも当たればいいな程度で撃たれた弾を弾くかもねってくらいだからね。よし、今ならいけるな。ボッシュのところに行きます。そしてマップを見る限り裏からのラッシュがすごい。これはこっちも急がないと負けますぜ。ちなみにこいつは特殊消耗品も使えます。改良型演武と精度強化ですが、もちろんこいつは演武一択でしょう。これがあるかないかで交代やラッシュがかなり楽になるかと。こいつに改良型演武を追加したのは良かったですね。マップの手前ブリッツでは T95 のような車両は使いにくいと思いますし。そして若干残りましたね。運営管理にはブレしてくれんかな。ま、そんなこと願わなくてもこいつには受け止める投稿があるから関係ないんですけどね。あの、もっち車体下部貫通されてますけど大丈夫ですか？誤差だよ誤差。それに課金弾だからダメージも低い。味方のセンチュリオンが撃破してくれました。感謝します。そして ST1。これはさっきのお返しで、本当は厳しくても、車体くらいなら余裕で回収できますね。そしてもちろんのごとく弾いていく。弾いたのはいいけど、後ろがちょっとまずいんじゃないか？それもそうですね。今のうちに戦果を上げておきたい。こちら側も何か撃破しておきたいんですが、むむ、あのディフェンダー狙い目なのでは？後ろからの車線も気にしながら、狙ってみますよ。横からは黒毛持ってるのか。大丈夫、こいつの走行ならなんとかなるって。そう、それもそうっすね。ディフェンダーちゃん、お尻見えてますよーん。はい、撃破です。が、枚数差は変わらずですな。というか味方の一発とトラにもヘルスがもうないですね。これ嫌な予感がするぞ。ですがここでおじけづいていられないです。落ち着いて撃てる敵から、よく狙って狙って。ボーンをしている時が、一番性を実感する。これは実感していいでしょ。でもね、二等星さん、残念なお知らせです。もう味方がいないです。安心しろよ、安心しろよ、課長員。とりあえずこっから複数人と相手することになるんですが、ちょっとしたコツを紹介します。まずこの子は駆逐なので後ろにいる敵には撃てません。そして強力な正面装甲を持ち合わせている。つまり、こうやって後ろに壁がある状態を作り、物理的に裏に回れない状況を作るのです。
もちろん、さっきみたいな奴は絶対に後ろに回らせないようブロックしましょう。残念ですが、後ろに回られた時点で負けが確定します。そして、優先順位はこうやってワンタン圏内、もしくは大ダメージを与えられるですから、立ち続けに撃破です。あれ、後ろに T49 が張り付いてますよ。これまずいのではと思ったでしょう。T49 の後ろには壁があり、行動が制限されています。それからこうやってエンジンバリッと重量差を利用して押し出せるんですね。銃弾は貫通しなかったけど、機体を切って足止めできたのでよし。じゃあ T49 軍、覚悟しようか。もちろんそんな余された弾なんて使わん。ST1 の攻撃に気をつけつつ、T49 を撃破しに行きます。おっと、こいつは旋回性能高いんだぜ。撃破。あとはパパパッとこいつを撃破して終わり。重機軸でも、後ろに回らせないよう心がければなんとかなるって話でした。ちなみにですがタイマン勝負の時、T95 は敵に張り付かない方がいいかもです。なんでぞ？それはキューボラを撃たれやすいからですね。こうやって若干距離を取りながら動き変わりと当てるのは難しいので、こんな風に一発を狙います。しといて損はないかも。んじゃ、よく狙って、じゃあな。これにて戦闘終了です。結果は、6210ダメージ5両撃破で M バッチ。最後の戦い、素晴らしかったです。総量は、長所は硬い装甲と強力な四方と威圧感で前線を押し上げ、特殊消耗品も使える。短所はとにかく遅く、足の速い戦車に絡まれたらかなりきついところですね。今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくね。バイバイ。